おはようございます。お疲れ様。さて今日のお弁当、これまだお弁当続くよね。もうね、その内地の方のね、本州の方のね、ここはもうあれじゃないですか、もう春休みじゃないですか。ね、まだ続く。今日は、ね、焼肉弁当で、なんだろう、バンバンジー的なねやつと、ひじきときんぴらごぼうの混ぜたやつと、春巻き、ね、こんな感じ。春巻きの向きがあまり揃わないね春巻き揃わないな。やっぱ一本ドンと置いた方がいいね、これは。春巻きはドンと置いた方がいい、そうね。今日もちょっと地味です。まあ、なんかでも地味だけど、地味なりにちょっとやっぱね、このしそのね、しそのこのワンポイントがね効いてる。これなかったらちょっと地味だったね。しそいいね楽。汁気もないから、べちゃべちゃにならないし、はい。というわけで日付朝までございます。頑張るぞ。はい、お疲れ様です。朝ごはん盛りました。今日は6つでございます。ちょっとハムエッグにしたんだけど1個ちょっと失敗した。はい、こんな感じね。もうなんかあっち行ったりこっち行ったりするね、君がね。真ん中に行かない、これはもっと修行でさ、ハムエッグの道は厳しい。昨日のサラうどんがこんなに余ったんで朝も出します。食べないだろ、食べないかな。やっぱ、ね、野菜がここは、まあ、なんだろうね、食べない、はい、こんな感じ。そしてお弁当ドン、これ装甲車のようなお弁当ですね、今日はね。装甲車のようなお弁当、今日は地味だけどね、ちょっとシックな感じだね。今日は地味だけどシックな感じ、これはこれでいいな、はい。なんか和食って感じはいはい。というわけで、よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。またどこかでお会いしましょう。